真剣塚の特徴としまして、右手の手のひらに沿うように右側面がカットされている。で、左手の側面に沿うように左のこちらの部分が、カットされているような塚の形状になります。真剣塚は一般的に左右の手のひらの方にカットされた断面が来るように作られていますが、使用者によってはこちらの断面が指先側に来た方が使用しやすいという方もいらっしゃると思いますので、そういった方に向けて組み替えが、されます。こちらの千枚同士を使用して中指を外していきます。で、中指を取ったら今度はこちらのつる、締めている部分を外していきます。つか部分を外していきます。外す際には滑り止めのついた手袋か軍手を使用していただくと外しやすくなります。最初の仕組みの時は真剣塚の目が左に来ていますが、こちらを右側にして新たに仕組んでいきます。ここの先のところに余りがないかっていうところと、塚側全体にシワが残っていないかっていう部分を見ていただけると分かりやすいかなと思います。では先のゴムをまず入れていきます。で、その次に先側をはめていきます。その際に上下が合うように注意してください。つるを上の輪っかに通して、で、ここにある調整部分、こちらに一回通していただいて、で、下のところに通します。で、つるを貼ってもらって、その時にここの部分が、調整部分が長くなってつるが貼れない時にはこの輪っかを調整するようにしてください。で、しっかりと貼れたら後ろに通して、これを止めます。で、その後はつるをぐるぐると回していくので、2000枚同士を通すとやりやすくなります。大体この皮部分
が6、7分目まで埋まるぐらいはするの、この余りの長さと調整しながら。このぐらい余ったら、中の部分を通すので、通していただいて、た部分は皮の隙間に埋め込みます。で、中結を締めます。竹刀の全体の4分の1部分、ここですね、留めていきます。3周したら止めていきます。しっかりと上を絞ったら上下に紐を結んでいきます。で、少し出たところは切ります。これで真剣塚が組み終わりました。